こんばんみということで、今妖怪ウォッチが人気みたいなんで、このガシャポンとカードをちょっと買ってみました。でちなみに妖怪ウォッチ1番見てみましたが、確かジバニャンとウィスパーとかドンヨリーヌが出てましたね。はい、ということでまずこの妖怪ウォッチ取り付きカードバトルを開けていきたいと思います。よし、開けてみるか。何が出る、お、こういうカードか。よし、いきますよ。1枚目、ほい、お、幻にコマさんに、おならずもの、あ、あれか、お、光ってますね、なんかキラキラ。フォロか、ホログラムっていうか、はい、もう一枚、風かも、はい、風かも、メラメラな気合、なるほどね。よし、もう一パック開けてみましょう。お、来るか、レア来るか、どれがレアか分からんけどな。バックロバー、ワースレンボー、お、キラキラ、モテマクール、モテマクールだって。アメフラシ、ほのぼうの登場、あ、ほのぼうの確か出とったな、市場に。ほのぼうのか、よし、はい、次はガチャ、ガシャポンやってきました。開けてみたいと思います。お、何が出る。ちなみに出るものはこんな感じか、なんか分からんけどな。必殺技メダルとかノーマルメダル。よし、じゃあまず見てみましょう。これ、これだ。お、なぜこれ、未坊主っていうやつやな。じゃあもう一個開けてみましょう。はいはい、お、なんか青いぞ。はい、お、新勝負師、真剣大博打、必殺技メダルか、新勝負師、勝負師か、これか、これですね、これ、こんだけあってのこれですね、これとこれが出ました。はい、ということで今回出たのはこのカード、このようなカードですね、このようなカードと、はい、とこの妖怪メダルですねが出ましたという動画でした。はい、ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ではさようなら。